日本一の宝石伝道師えっちゃんです。一般的に宝石って高くて買えない、目立っちゃうから身につけられない、自分には無縁、皆さんそんな風に思われていませんか？そして皆さんからよく聞かれるのは、宝石とパワーストーンの違いって何？という質問です。確かに同じ石なのに何が違うの？って思いますよね。違わなければパワーストーンの方が断然安くて手頃に手に入るじゃないって。今日は宝石とパワーストーンの違いについて、石好きのえっちゃんならではのその違いと歴史、そしてなぜ今宝石があなたにとって必要なのかというお話をしていきます。パワーストーンという言葉が聞かれるようになったのはもう20年以上も前のことでしょうか。地球が誕生してから大地のエネルギーを存分に活用して呪術的なお守りとして発祥したのがパワーストーンの始まりです。日本でも縄文時代は太守といって、楕円の形をした水晶に穴を開けて紐を通し呪文を唱えて魂を鎮めて治療をする呪術として使っていたそうです。勾玉は弥生時代のパワーオブジェクトでもありました。また日本の神話では大和朝廷の祖先は勾玉から生まれたという伝説もあります。天照大御神の装飾品である勾玉5つを弟のスサノオノミコトが噛み砕いて吹き出して5人の拝みが生まれたと言われています。昔はこういったパワーストーンを使って魂を振り、自分自身の振動数を高めることが病気や気が落ちた時の治療方法だと考えられていました。現代で言えば波動という言葉と同じ感覚だったのではないかと思います。パワーストーンを使って波動を変えるという考え方は古来からあったのです。私はパワーストーンという名前など知らない頃、幼少の頃から石が好きでした。無口で霊的な少女が変わり者と言われないためには、河原や庭の石と話をすることが一番有意義で楽しい時間を過ごすことができたのです。そして子供ながらにも石には不思議な力があると、その魅力の虜になっていました。人と話をするよりも石と話をする方が気持ちも楽だし、安らぎの時間が保てる、閉鎖的にならずに人間関係を保てると感じていました。そして大人になり、パワーストーンという言葉を耳にして、ありとあらゆる原石や丸玉、ネックレスを集め出しました。水晶、メノ、ラピスラズリ、オブシディアン、マラカイト、クリソプレイス、パイライト、アマゾナイト、インカローズ、ヘマタイト。まだ宝石というものを知らなかった頃は、よく父に石きちゃんと呼ばれるほど、自分の部屋どころか玄関も家中石だらけ。頼っているというよりも石があることで心が落ち着いていたのでしょうね。そして私が20歳になった時に、体が弱い私に母がルビーの指輪をプレゼントしてくれました。嬉しかったですね、初めての宝石。そして私は母にわがままを言い、母が若い頃から身につけていたガーネットの指輪も欲しいと伝えました。その指輪には母のぬくもりと大地の包容力を感じていました。生前に母のものが欲しいと言ったのは、後にも先にもこのガーネットのリングだけです。永遠に引き継いでいける宝石、これが私の宝石道の始まりでした。パワーストーンもどれだけというくらい集めていました。石に変わりはないです、愛着もあります。ただひとたび本物の宝石をしてしまうと、パワーストーンの力が物足りなくなってくるのです。そうです、パワーストーンのパワーの限界を感じてしまうのです。よく数珠のような石のブレスレットを身につけてお店にいらっしゃる方があります。もちろんご自分で一目惚れだったとか、当時の大切な人にいただいたとか、今の自分にはこれを身につけると幸せになると言われたとか、思い出を大切にしていたり、アドバイスを受け入れたのだとは思いますが、ご来店いただいた方に一旦そのパワーストーンと呼ばれるブレスレットを外していただくと、皆さんが口を揃えて、あれ？軽くなったと言われます。感じないと言われる方も、なんとなく重さがなくなったと言われるのです。パワーストーンのほとんどが純粋がゆえに水のような波動を持っていて、一旦マイナスの波動が入るとなかなか元に戻れない、
もちろんホーリークリスタルといって、ヒマラヤの水晶とかはキーンという音がするほど高い波動を持つ石も稀にありますが、ほとんどのパワーストーンは持ち主の疲れた波動などを吸い取ってしまって戻れない状態が多いのです。しかもそのパワーストーンに頼るだけ頼ってしまって、外して休ませることもなく、ずっとつけたままでその石がどんどん疲れていく。その疲れ切ったパワーストーンはパワーを持っているどころか、逆に持ち主に助けてと言いたいくらい波動が落ちてしまっているのです。またもともとパワーストーンと呼べるほどの力を持っていない石や暗くて重い石はさらに重苦しくなります。とてもいい波動を持つパワーストーンはほのぼのとして明るく笑っているような石です。え、そんな表情なんてわからないよですって。確かに瀕死状態のパワーストーンの悲鳴が聞こえない方は石の気持ちになってあげてください。ただの縁起担ぎで都合のいい願いをかけたりしていませんか。まずはパワーストーンであれ宝石であれ、しがみつかないでくださいね。石は友達、一緒に明るく笑って生きようと切り替えてみてください。必ず石の方から微笑み返してくれますから。多少感じる方は、これつけていると頭が痛いとか、これつけ始めてからいいことがないと言われたりします。ご自分でもなんとなく感じているのです。え、分かっているのになぜ身につけているの、しかも毎日と私自身が思うことがあります。どっと疲れているパートナーにお願いを押し付けてと。けれどよく考えたら、今のあなたはそれが分かっていることなのかどうかも確信がないのですよね。感じたままが正解だとお伝えすると、え、こういうふうに感じることがもう分かっていることなのと聞かれます。少しずつ少しずつ体験しながら石と会話していくと確信に変わっていきます。もし分からなかったらコメントや公式 LINE にて質問してくださいね。私がお答えします。古代の人間は巫女やメディスンマンなど、その地域を統括している力あるもの、霊的にも秀でたものがその土地で採れる石に穴を開けたり削ってお守りとして呪術的な治療とかに使っていました。要するにその石をしっかりと活用して病気治癒などをしていたのです。疲れた人間が石にしがみつくのではなく、石使いと言えるような一家の長やその地域の呪術師が石を最大限に活用していたのだと思います。そう、あなたはまだ石や宝石が何を言おうとしているのか知らないだけ、わからないだけです。だんだんわかるようになってきます。昔からお店にいらしてくださっているお客様も、最初は何もわからない、けれど徐々に宝石の表情で自分に気づかせてくれたり、守ってくれていたり、身代わりで疲れてしまっていたりとわかるようになってきます。思い込みや想像ではなく、素直に宝石と心を交わしているからです。プロの呪術師でなくても宝石は大切にしているとあなたに寄り添ってきます。時代は変わり進化して、文明が発達すればするほど石の活用の仕方や研磨技術も進化してきました。先日の宝石チューブでもお話した通り、最近の優れたカッターは石の心やなりたい姿を読み取り、渾身を込めてカットしていきます。そうして生まれた宝石は自ら輝き光を放ち、持ち主の光となる使命を自覚して、その人の力となることを知っているのです。パワーストーンをいくつか持つのであれば、自分にとって大切な究極の宝石を持つことも大切だと思います。地球は生きていて、一つの大きな生命体、神イコール大きな自然のエネルギーという高次元の波動とつながっていると言われます。良い波動を持った人たち同士が集まり、良い人と良い波動の色石が共鳴して引き寄せ合うのです。さらにそこに何らかの良いエネルギーが生まれて、健康、富、スムーズな人間関係や素晴らしい出会いを呼び寄せるのです。宝石を持つと、これまでの人間関係とは異なる新しい人と出会えたり、自分を高めてくれるような人との出会いが多くなったと言われるのは当然のことなのです。自分を守るだけのパワーストーンから力強く波動の高い宝石を持つことで、自分を高め、より良い環境でこれまで以上に素晴らしい人間関係を築けるようになる。これが本当の引き寄せです。しかもあなた自身も無理なく出会った人たちと楽しく交友関係を保てるようになっていきます。
要するにパワーストーンからランクアップした本物の宝石を持ったあなたは、本来持っている波動が花開き、自然体で自分を高めてくれるような人たちが自分の周りに集まり、心豊かに過ごせるようになるのです。その人にぴったり合う宝石を選ぶことはただのお似合いですよ。ではすみません、似合って当然、それ以上の縁があるのです。宝石の方から飛び込んでくるような絶妙なタイミングで出会うのです。宝石には未知数の神秘があります。考えられないような不思議な出来事が限りなくあります。究極の宝石と出会える瞬間は、あなたの波動がさらに高まり、あなた自身が輝くオーラに包まれている時です。チャンスは今と感じるはずです。宝石の魅力、その色と輝きは限りないエネルギーを秘め、自分自身に語りかけてくれて、元気と勇気と意志の強さを与えてくれます。えっちゃんでした。私の初めての著書、宝石の声が聞こえるが発売中です。誰もが心の中に宝石を持っています。人は辛い時、くじけそうになった時、人生のターニングポイントに差し掛かった時、ほんの些細なきっかけや一歩踏み出す勇気でこんなにも劇的に変われるのかという数々の話は、全てこれまで体験してきた実話です。あなたは必ず宝石のように輝くことができます。私の渾身の一冊、宝石の声が聞こえる、ぜひご覧ください。